作戦立案は、俺の担当じゃない。だが、エルヴィンのことだ。報告書以上のことは聞き出せねえよ。ま、あいつは黙ってないだろうがな。下手にいじくり回されて死ぬかもな、お前。エレンよ。あ,あいつとは<っ><っ>こんばんは。リヴァイ班の皆さん。 お城の住み心地はどうかな早かったないても立ってもいられないよ自分で噛んだ手の傷も塞がらないのかお前が巨人になれないとなるとウォールマリアを塞ぐっていう大義もクソもなくなる遅えなエルヴィンの野郎ども またせやがった向かいの憲兵団が先に来ちまうじゃねえか大方クソがなかなか出なくて困ってんだろうな <laughs> バカ言え俺はもともと結構喋る憲兵は ニック司祭を拷問してどこまで我々に喋ったか聞こうとしたんですか我々の王は100年前にこの壁を築き巨人の力で民衆の記憶を改ざんしどうもそれで町の反応は